相手の旗は中央に創設、四方に創皮。お兄ちゃんがこう三役のお兄ちゃんが分裂するもしくは分身するタイプの、そういう作品が好みという感じでしょうか。相手は騎馬タンという見せかけて、騎馬四槍一の旧式覇王デッキタイプの兵士構成ですね。古文長州に長槍速速をつけているので、このカードがどれだけ牽制できるかというところに勝敗がかかってきそうですね。まあ、開幕大体は騎馬系のデッキはこうやってまとめて、突っ込んでくることで槍兵の復兵を踏んだ際にそのまんま乱戦に移行して突撃を一発入れることができるので、あの形で大体は一発目の突撃入れれるって感じですよね。こちらは、王政で芝居を踏んでしまう。これはどちらから来てもいいようにという感じで、芝居を端に柵を逆サイドにっていう感じで置いてたという感じでしょうか。こちらは、右端に柵が置かれているので、もう終始左から行くという形になりそうかなという感じでしょうか。で、進軍騎馬隊は開幕の制圧力が低く、特に土曜が制圧ゼロになってしまうので、ある程度しっかり牽制すれば開幕の内乱は取れるかというところ。ここはもう長州にはお亡くなりになられるの覚悟で内乱をもぎ取りに行きますかね。で、範中が、制圧上昇をつけているので、制圧にと勝ち合ってもこちらのぬるますの方が大きくなれるので、乱戦の際はグイグイとグリグリ動かしていこうと思います。というところで内乱発生。これで開幕内乱取ることができましたね。と言ってもまあこのデッキだとあんまりまあ一発が勝負を分けるという展開はそこまで多くないんですが、まあ、この試合はこの内乱の一発が勝敗の分かれ目になるかもしれない、そんな感じで予感がしますね、不思議と。で、相手の方が、部隊が撤退したのが先なので、相手が先に全軍整う感じですね。話を聞こう。大将軍登場。こちらは、完全にもう右側は使わないというそういう構えですね。ここで土曜に迎撃が入る。長槍速速はこういう感じでちょっと不規則な動きをしてあげるとミスを誘いやすいですね。というところで、こちらは長春花の復兵を範中で不処理で、さらに土曜が迎撃を入ったのを確認して、今がチャンスと大将軍の大爆心。味方の武力がプラス4、さらに工場兵であれば移動速度アップ。今回士気がバージョンアップで範囲縮小されたので、士気の範囲の広い版として使うことができます。まあ工場兵入れてないデッキでもこの範囲の広さを生かした使い方とかもなくはないんじゃないかなって思いますね。サブ号令として、本人も武力5で制圧2で、で特技に工場も持ってるので、でここなんですが、王順の突撃将棋があることによってかなりやっぱり痛いですね。突撃術によって王政がかなり削れてしまう。ここは王政はすぐはっつけずに一回ちょっと間を空けましょう。これはっつけない理由としては、城からのダメージを受けないので、その分だけ長持ちさせることができますね。ただ、芝居の知力銃の妨害が長いですね。あと今作から武力上低価値がマイナス3になってみたいですね。旧作では四季6だった代わりにマイナス2で、効果時間もかなり短かったのですが、こちらの号令よりも長く続いてしまっているので、これちょっとミスでしたね。雷白の号令は入ったものの色差がついてしまったので、あそこは1回目の大将軍の大爆心で相手の芝居を打たせたことによって、運算の入ってない範疇を盾にして全部隊をしっかり返して、こちらが色差2を取った段階でもう一度切れる頃に攻め直すの方が正解でしたね。ここちょっと反省点ですね。で次はちょっと相手のターンになっちゃいそうなんで、ラインが上がるまでの間に相手をちょっとでも削っておきたいですね。大元気が射程距離に入ったので、範疇で狙っていきたいですが、ここ黙々作戦、煙をいっぱい出すことによって実はまだ復活してもいない長州を警戒させるみたいな、そういう動きを取っていたのですが、ここは相手
勢いよく突っ込んできましたねというところで一騎打ちを起こしてしまう。こちらにとっては唯一の槍兵なので、この長州が削れるとかなり厳しい。さあ行ってくれというところなんですが、まあ一騎打ち強かった頃の自分はもういないんですよ。でここ長州がやらかしてしまってかなり厳しい形で、相手はここで気力自在、武力と知力と移動速度が上がる。自信は含まれない。これ自信が含まれないことによって一人だけ移動速度が上がってない状態なので、マウント取るときとかちょっと操作しにくいかなという感じですね。ここを芝居を迎撃取れたので、ある程度は安めに済ませれそうかなという感じでしょうか。でここ土曜の城門をなんとかローテで守っていきたいというところなんですが、王潤の突撃将棋が痛い。突撃術によって唯一の槍兵である長州が落ちてしまう。でここで相手は確実に浅めで土曜の一発、こちらは、これ負けているかもと判断し、なるべく最後一発をもぎ取りに行く方向でいきたい。ただ相手もこれ勝っているっていう確証はないはずなので攻めてくるはず。来ましたね、内乱を取りに来ました。相手は土曜、チョイスは赤、破竹の勢い。こちらは槍兵がいなくなってしまっているので、これ通してしまうとかなり厳しい。一応これは落雷の圏内なので構えますが、相手は神速の大攻勢に増援がついている。これ増援がついていることで落雷での確定係数がちょっと厳しそうなので、こちらはまず大将軍の大爆心から入って武力10の長州軍で一度土曜と突撃を合わせます。でこれで武力10の突撃が一発入ることによって落雷の確定圏内に入るはず。幸い、ライドウでかなり使い込んでいるので知力6の落雷のダメージはある程度把握していますね。これは、落とすことができます。なのでここで土曜を撃破で、さらに大将軍の大爆心で速度が上がっているので、この王潤の突撃をどこまで範疇と将軍で受けられるかというところですね。で相手の、王潤の計略によってダメージを受ける可能性を考慮して3枚で張り付きます。ここ張っつく部隊が2部隊や1部隊だと、王潤の計略でそのうちの1部隊を持ってかれてしまうと最後一発取れそうにないので3枚で張り付きます。これは3枚のうちどれかが入れば勝ちなので、おそらくこれ芝居で運算する式はないと思います。相手は、長春か、やはり芝居で運算する式はなかったですね。これは武力プラス2なのでそのまんま押し切れそうかなという感じでしょうか。さあ割ってくれ。でここはもうあれですね、長君は芝居に乱戦する方向で行って、あとはもう後ろで腕組んでベガ立ちしてるだけですね。もう将軍の方はベガ立ちが一番強いですというところで工場が入って落城。工場兵の工場力若干下がってしまったっていうか、なぜ下げたのか工場兵何下げる要素があったのか分かんないんですが下がっちゃったので、ライドの白持ち1コス2発プラス王政の1発が、武力によって落ちるか落ちないかが若干分かれる範囲ですね。ライドの1発がだいたい 20% ちょいで、王政の1発が 40% ちょいなんで、これプラス1回内乱もしくは他の部隊での工場で落ちるという感じですね。という感じです、ここまで見ていただきありがとうございました。また、次回以降もよろしくお願いします。それではお疲れ様です。
れてね。嘘だろ。馬は苦手なんだって。おっと、危ないとこだったな。我が地の前には赤子に等しい。おりゃ！好機を待つのだ。おりゃ！
心ぞ。イカズチエは奴らから全てを奪い去れ。我慢は慣れっこだ。進め進め百五。ワーム解放！ワーパー！ちょっと下がるね。もう泣いても許さないから。好機を待つのだ。俺様は天地大将軍、王政様だ。